ノンアルコールバージョンっていうのも結構作れます。例えばこちらのねカシスのリキュールを使ったカシスオレンジ、これはねアルコールが入ってるカシスのリキュールなんですけど、こういうカシスのシロップというね、これノンアルコールなんですよ。カシスの味のするシロップということで、今日はこちらを使ってカシスオレンジを作ってみたいと思います。アルコール感はないですけど、でも全然普通にカシスオレンジです。全種類じゃないんですけど、一部商品はこれ250ml なんですけど、カシスとかあとグリーンアップルとかその辺のやつは小さいサイズもあるんですね。普通こういうね、これストロベリー、これストロベリーなんですけど、大きいね 700ml のやつがまあ全種類あるんですけど、こちらはね、こういうのもありますから、この250でもちょっと使い切れないよという方のためにカクテル以外での使い方まとめてみました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。